あんたの腕頼りにしてるぜ。驚いたぜ。かたじけない。じゃあまたな。気力も魔力も十分だ。いざ神田だ。ピオリ、あれはなんだ。昼の賑やかさが嘘のようだ。江戸も眠るのだな。何を黄昏れているんだ。着いたな。では小説の私塾を探すぞ。うむ、待っていろ、ユイ、ライダー。おとなしいな。うい、集め。オイラの見てる前でよ、じいさんが急に姿を消したってそんな、まさか。そのおじいさん、彼岸のお化けなのかい。 おい、やめろよ。よく来たの。またいつでも来とくれ。撫でたいな。癒されるな。セバ、通れるか。無理だな。尋常の壁ならまだしも、術の壁は難しい。結界を張るとなれば、先に小説その人がいるやもしれん。しかし進めない。何としてもこの壁を抜けねば。狼藉者、姿勢。ほう、ユイの手先か。水の型で行く。Yeah.
奥の手。次から次へとよくも出る。なんたる邪魔。ユイの本拠はすぐそこだぞ。ぼやくな、セイバー。倒し続ければいずれ尽きる。待て、イオリ。ここは一度引くが得策じゃ。じいさん、どうした。必死祭は後だ。リーチの魔力がいる。急ぎ浅草で霊脈につなげ。36系逃げるにしかずか。セイバー、戻るぞ。じいさん、結界を突破する手立てはあるか。なくもないが、難しいじゃろう。あれは腕の立つ術者が時をかけて構築した代物。イオリでは単純に力量が足りん。霊地の魔力を多く得ていれば、あるいは。では、いずれかの霊地を狙うか。そうだな。霊地力を集めつつ、他の道を探す。となれば、霊脈に接続せねば。朝。の地を抑えれば結界を破れるぞ。私の力で。ほう、周囲の奨励地を全て抑えたことで囲いの中まで掌握できたぞ。このやり方ならしらみつぶしに回る手間が省けるな。じゃと、ここにまで結界が。用意周到だな。他の道も怪しいが、当たるしかないか。
俺は俺のなすべきをなそう。こっちだ。待っていろ。行くぞ。この程度、朝飯前というあれだ。どこへ行く？より。の流れにも気を配るのじゃ。おお、こちらにも結界が隠されて。どうやらここは術が甘いようじゃ。これまで集めた霊知力があれば破れるかもしれんぞ。奨励地に敵？なんだあやつら。わからん。武士のようだが術者か。霊地とのつながりを断たれてはまずい。私が引き受けよう。待て、さすがに遠い。イオリが抑えた霊脈の上を私は風のごとく駆けられる。たちまちあちらにつこう。イオリは私に合わせて動け。我らが地、敵に狙われておるぞ。頼む、セイバー。あ。しかと片付けてきてやったぞ。手早いな。もう終わったか。ふふん、当然だ。さあ、時が惜しいぞ。解く行こう。破れる結界があるようじゃ。見事なものじゃ、より。すでに霊地での戦い方を心得ておるな。今のところ敵の姿はないな。このまま進めるといいが。かいか。行かせぬぞ、宮本より。小説の配下か。奴があの怪異どもを従えている。面倒だが分かりやすくていいな。行くぞ。当たり。
死の方。手のものは引いたか。潔く引くものだ。この先に罠でも仕掛けてあるんだろう。みすみすハマりに行くのは嫌だな。によりああ、一度引き返そう。見ろより、何かある。敵が落としたものか。じいさん、わかるか。どれ見せてみよ。わかったぞ。その中にはレイチに呼応する術式が込められておる。おそらくレイチをめぐる争いに備え、奴らの主が用意したのじゃろう。なるほど。連中、これを用いて俺たちを襲ったか。霊地争奪を大いに助ける霊槽じゃ。仮に援護霊槽とでも呼ぶとしようかの。お前が持っておくとよい。起動の手順はたやすいし、すぐにでも使えるぞ。柳原土手は罠か。この道も封じられている。他に神田へ通じる道はない。先ほどの援護霊槽とやら使わぬのか。セイバーは前のめりじゃのう。しかし悪くないやもしれん。はっきりとは分からんが、その霊槽、移動にまつわる術が込められているようじゃ。霊脈がつながっておる他の小霊地へ素早く移動できるかもしれん。もしや先ほどの敵、同様の術を使って現れたのか。こたびはここがよかろう。おお、うまく霊槽を使ったの。これまでわしが指導してきた甲斐があるわい。知力で結界を破ったか。遠回りだが、こちらから神田への道を探そう。
石川から怪異、その手の魔力を有した霊地ということか。本当にこちらでいいのか？神田とはだいぶ方角が違うようだぞ。神田浄水というものがある。水路を用いて神田に入れないかと思ってな。水脈は霊脈に通ずるとも言う。おそらくは小霊地が連なっておろう。アリア、貴殿は先ほどあの怪異を魔力の流れを断ちましたのよ。私には上野から魔力供給がありますもの。私戦うことはできませんけれど、霊脈を使って伊織様をお助けしますわ。霊地に紐づいての限界であるゆえ、斧が霊地から伸びる霊脈に力が及ぶのじゃな。だけどこの前はあまりに物のけが多くって、上の近くの小霊地が全部奪われたり。それは難儀だったな。はい、そうなのです。でもこうして伊織様にお会いできたのですから、難儀した甲斐がありましたの。夜が明けてしまうぞ伊織。いや、その言い方が意地悪だった。すまな。急ぎ小石川へ行かねばならぬので、あまりゆっくりはできぬぞと伊織に釘をな。え、そう、私に会いに来てくれたのではなかったの？すまないアリア、外せぬ用向きがあるんだ。まあそうなのですね。一緒には行けませんけれど、せめて私の思いを受け取ってくださいまし。もしもアリアに会いたくなったら、上野を通る霊脈に接続していただければ、伊織様の呼びかけに応えてすぐにでも会いに行くと約束いたしますわ。ありがたい。その時にはぜひ頼む。あれは、この池、上野の忍ばずの池。ここには大蛇が出るという噂があるが。大蛇か。破れる結界があるようじゃ。我らが地、敵に狙われておるぞ。セイバー、行けるか？任せておけ、イオリ。戻ったぞ。私の敵ではなかったな。これでは霊知力が、なんとしても挽回せい。
我らが地、敵に狙われておるぞ。頼む、セイバー。あ、しかと片付けてきてやったぞ。破れる結界があるようじゃ。小説の手先がいないと良いが。怪異がカッポしている。セイバー、ここは怪異をも配下とするマスターの拠点だ。剣を抜け、より。てめえらどうやって入って。敵か、やっちまえてめえらここが誰のねぐらか分かってんのか。まったく命知らずな奴らだぜ。見えた。命知らずはどちらか教えよう。水の型でいく。ここだ。揺るがぬ血のごとく。もらった。
鋭き水の流れのごとく。戦を楽しんでるじゃねえか。何の話だ。とぼけるなよ宮本伊織。ここは貴様の拠点だったか。それでどうする。語らいに来たわけでもなし。そうだね。それじゃ始めるとするか。俺は知恵もん。せいぜい喜べ。ここも地獄だ。助かった。気を散らしている場合か。次から次へとキリがない。ならばここは未だ潜み続ける奴らの視界を叩くの先決か。気取られたか。
浅はかな強者とも。お前の腕試してやろう。俺の邪魔はするな。残らず散りといたしましょう。せいや、先ほどはすまなかった。俺は弱い。俺自身が思うよ。ずっとだ。まあ確かに君は弱いと思う。だって余分が多い。戦う者として優しすぎる。あまり無理をするな。カヤを泣かせることになるぞ。ここにいたわね、二人とも。敵の居所を見つけ出せとは言ったけれど、ちゃんと義理を果たしてくれるなんて、こっちの伊織くんもしっかりしてるじゃない。師匠。武蔵、なぜここにいる。荒ごとの気配がありましたので。それよりも強敵揃いで頭数足りてないんでしょ。その蛇の親玉、私がもらいます。お嵐のように過ぎ去っていったな。まあいい、奴は武蔵に任せよう。ランサーを追おう。うむ、行くぞ。それじゃサクッと片付けましょうか。気の塊バーサーカー、短期を選ぶはよらば味方をも殺すがゆえか。まさか、こちらの私のマナ弟子わけなく切るはずもなし。詰まるとこ私のわがままです。
邪魔者なしで強敵と斬り合いたいってね。自在天地異王クリから小テンション行くぞ。剣豪バットイサナ大テンション早く鋭く秘術大自在天地異王クリから小テンション行くぞ。剣豪バットイサナ大テンション今宵は侵入者にことかかんな。なれば長いは無用。逃げ足の速いははん、きっとナウテのアサシンね。まあ今はこれにて満足としましょう。イオリ君たちは生きてるかしら。ライダー、いえセイバーですか。いかにも悪鬼の共柄よ。潔く撃たれるがよい。あれはライダー、いやあるいはセイバーか。主を持たぬハグレのようだが、うん、凄まじい気迫。狙いはランサーか。好都合だ。利用してランサーを仕留める。我らに罰を。悪は立つのみ。見せよ。
らみばただちに我らに罰しくしょうねえ受けよう見切れまい悪鬼は闇を招く。そして闇を払うは我が役儀。マスター。本物の地獄を見せてやれ。召喚ゾーン菩薩。オンアロリキャ。クラム、ヘイ、エトランジェ。借りるなら36系逃げるにしかずだが さて人はあまりに脆く、あまりに弱く、そしてあまりにも